こんにちは、4ギャンの中村です。今日はですね、大工の基礎を学ぶの道具学の差し金の基礎、基本ですね。そちらの方を解説していきたいと思います。で、差し金というのはこれですね。この、大工さんが持っている直角定規っていう、一般認識はそういうものなのかなと思うんですが、で、これがもう実はめちゃくちゃすごいやつなんです。で、すごいいろんなことができるんですよ。なので、これをただの直角定規としてしか使ってないというのは本当にもったいないと思います。なので、これで、どんなことができるのか、こいつがどんだけすごいのかっていうことと、これを知ってるだけでもすごい便利だよっていうような、小技みたいなものをちょっとですね、お話ししたいなと思っています。よろしくお願いします。この差し金の最大の特徴ですねは、この裏目です。で、この裏目って言ってるのは表目の、ルート2倍された寸法がここに書いています。ルート2なので 1.414 倍したものが裏目に書いてあります。で、これが本当に発明なんですよ。で、実際にこれ使い方見てもらえればいかに便利かっていうのが分かってもらえると思うので、ちょっと簡単な使い方ですねを、説明したいと思います。こういう土台が例えば土台があります。で、火打ちって斜めの材料を入れるんですね。こういうふうに横にずれないように。で、それを、芯があったら芯から600のところに入れてくださいと。芯から600のところに、こういう斜めのこういうふうに。芯から600いったところに斜めの火打ちという斜めの材料を入れてくださいよと言った時に、これ平面図だとこの情報しかないんですよ。で、これだけで作ってくださいって言ったら結構ちょっと難しいですよね。でもこれがこの差し金だけですげえ簡単に作れるんです。で、というのもこれ600、600の2度辺三角形なので、ここが1対1対ルート2なんです。なのでこの長さがまず裏目の600なんで裏目の600なんですよ。になります。なので実際にこれやるとしたら、差し金600まで長さないので裏目で300と300取るんですね。裏目で300いってもう一回300取ると。はい。で、これでまずここの長さが出ましたと。で、さらにこれ斜めにちょっと入ってますよね。斜めにこれだけいってるんですが、ここにちっちゃい二等辺三角形ができます。なので、芯のこの材料の半分ですねのルート2倍。材料が105だとすると芯を半分なので 52.5 ですと。なので、裏目で 52.5 で取るんですね。裏目の 52.5 いった場所がここが出ると。で、これから芯をこの芯を通る45度を書いてあげて、ちょっと簡単に書きますけど、この芯を通るこの45度を引いてあげるとこれが出ますと。この面の隅ですね。この面の隅が出ます。で、こっから15ミリ入ったもの、で、これで切ればこれが作れるんですよ。で、これが全部この裏目だけで作れるんですよ。で、しかも今度この土台側を加工しようとした時に、この芯から52.5ずつ、これも105だとすると 52.5 ずつ振り分けたものがこの溝になると。で、それも裏目で 52.5 ずつだけ取ればいいんですよ。ということがこれだけでできると。で、これちゃんと計算しようとしたら600× ルート2を計算して、この材料の半分の 52.5× ルート2をして、っていうようなことをしないといけないのを全部これだけでできるという、むちゃくちゃすごくないですか。で、これのすごいところが、この裏目のついたこの定規が飛鳥時代からあるんですよ。これほんとすごいなと思って、聞いた時ほんとびっくりしたんですよね。これ聖徳太子が仏教とともにこれを持ってきたっていうんですよ。だから飛鳥時代ですよ。これ僕たちこれルート2が理解できてるからすんなり理解できますけど、これ飛鳥時代の人からしたら本当かっていう、もうなんでこんなんだみたいな感じだと思うんですよね。たまたまじゃねえのかみたいな、ちょっとお前三寸でやってみろみたいな感じだと思うんですよ。でもそれができるっていう、これが本当にすげえ便利だなと、本当すごいなと思います。でさらにこれ中国大陸からこれが伝わってきて、でそれから日本の中で独自に進化をしてきて、菊術という新しい技術を編み出したんですよ。でその菊術というのがこれ45度とこれ90度にぶつかるとこれ45度じゃないですか。でこれはもう簡単ですよね。45度と45度で切ればくっつくよと。でもこれがこうやって斜めになった時、斜めで45度につけたいよって言ったら、ここ45度じゃないですよ。でここも45度じゃないですよ。でこれでこれの角度も違うと。これどうすれば作れるのって話になるのが、これでそれが作れるんですよ。これでこの斜めに転んだものの角度がこれで作れるっていうんですよ。それが菊術っていうんですけど、その斜めと斜めのものをくっつける技術を、すごい簡単に言うとですよ、菊術と言います。それを編み出したっていうのが本当すごいなと。でその差し金をちゃんと学べばその菊術までちゃんと分かると。で菊術に関してはちょっと話が長くなるので、それはまた別でやりたいと思います。で、今回はそれ以外でね、菊術までいかないけれども知っておいたら便利な技みたいなことですね、ちょっとをちょっとお話ししたいなと思います。ではですね、差し金の構造の話をしたいと思います。で、差し金これすごい柔らかくなってます。でこの柔らかさにも意味があって、これ巻き金といって、これはすっごい硬いやつです。でこれは硬いものに意味があって、基本的にこれは差し金じゃなくて巻き金と言われるものです。でこれ硬いからすごい使いにくいんですよ。でこれこうやってつけようと思ったらこう持てない、指が挟まんないんで置いて使うしかないんですよね。材料に置いてこうやってやるんですけど、これ差し金って柔らかいんでこういうふうにできるんですよ、置いても。だからこの柔らかさっていうのは本当に意味があって、常に持っておいてられる、持っておきながらこうやってっていうふうに動かすことができる、いちいち置かなくていいっていうのが意味があります。だから差し金ってふにゃふにゃしてるんですけど、このふにゃふにゃしてる柔らかさにもすごい意味があるというところです。であともう一つ、この幅ですね。差し金のこの幅は15ミリです。でこれは5分ですね、尺貫法でいうと5分。この幅にも意味があります。でこの幅っていうのが、さっきもここ入れる時に金1枚って言って15ミリってやったんですけど、こういう彫り込む部分は5分で大体共通されてます。あと他にもこの細穴っていうものも芯から5分5分の30ミリです。であと、例えば追っかけの差の差し込む部分とか釜の部分とか、本当にこの差し金の幅を使っていろんな敷地が作られている。なのでこの5分っていうのは大工の基本単位でもあります。だからこれがその幅すらも一つの機能として作られているっていうところがすごいところなんですよ。そこまでもう幅はこれが直角であればいいとか、目盛りがついてれって裏目があるから便利ってじゃなくて、この幅ですよ。この幅すらも一つの機能として成立している。だからもうめちゃくちゃ美しい姿なんですよ。これがもう完璧じゃないですか。幅まで機能なんですよ。もうすごい素晴らしいなと思います。これを何も知らないでいるのと、この幅に意味がある、この幅も一つの機能であるっていうことを知ってるだけでも全然仕事が変わってくると思います。はい、なのでこの幅に意味があるというのことだけでもですね、是非覚えてください。はい、他に便利な使い方を説明します。で、簡単なもので均等割りですね。例えばこれ半分にするよって言ったら、これ長さは 52.5 なので、半分105なので半分の 52.5、計算しても半分にできます。でこれ計算しないでやる方法があって、それが均等割りっていうんですけど、こうやって斜めに当てて切りのいいところ、例えば14センチ、12センチでもいいですかね、120に合わせて60で、これでも芯が取れると。そうですよ、斜めにとって、割り算すれば半分のところになるよと。でこれは半分じゃなくて3等分も12割る、3で40で作れば3等分になるし、30で作れば4等分にもなるというふうに、これで割り算が簡単にできるというのが均等割りですね。次に平勾配と返し勾配の話をしたいと思います。でこれもめちゃくちゃ使えます。現場でもめちゃくちゃ使えます。でこれを2つ覚えているだけですごい便利なので、ぜひ覚えてほしいです。でこれは日本の屋根ってこういう10分の3とかっていうふうに言われます。それは屋根の勾配が10いったところに3下がるっていう角度ですよっていう意味です。だからうちの屋根は38度ですみたいな、そんな家はないんですよね。でそれは計算すれば角度で置き換えられるんですけど、そんなことはないと。それは5寸勾配とか6寸勾配みたいないう角度になりますよという話ですね。なので、こういうふうに10分の3ですよって言った時に、これが差し金で簡単に再現ができます。でこの10分の3の勾配って何かって言ったら、こっちが差し金10当てて、こっちが短い方を3に合わせますと。でこの時の角度が3寸勾配になるんですね。でこの時2つ角度が作れるんですが、この10の方の角度、これを平勾配と言います。で角度のきつい方の3に合わせた方の勾配を返し勾配と言います。ちょっと分かりにくかったのでパソコンで説明したいと思います。ここ差し金の、これ差し金だとした時に、この長い方を100合わせた時と30合わせた時です。長手の方ですね、100の方が平勾配で、短い方の角度が返し勾配と言います。でこの2つをすごい現場で使うんですが、どういう時に使うかっていうと、こういう時ですね。まずこれ斜めの材料、たるきとか破風とかそういった斜めの材料を扱う時に、垂直方向、ここ拝みっていうんですけど、たるきのトップの部分ですね、ここ斜めにカットしないといけないんですが、ここの角度は返し勾配になります。で斜めのものを水平に切らないといけない場合、水平、地面と平行に切らないといけない時は、平勾配ですね。でその角度がすぐ分かります。で次に斜めじゃなくて、この建物に、例えば OSB を貼るとか外壁を貼る時、その時は基準がどっちかによって使う勾配が変わります。垂直が基準だとした時に、この斜めをカットしたい時は、ここですね、ここが返し勾配になります。縦張りで外壁、木の外壁を張りたいよといった時も、この勾配は返し勾配で取れます。逆に横が基準で、横にこう差し込むように外壁を張るっていった時は、ここが、平勾配になります。なので、使う方向によって、返し勾配か平勾配かが変わると。これを覚えていくだけでも本当現場ですごい便利ですね。多分ちょっと DIY やったことがある人とか、ちょっと大工やったことある人だったら、これ分かってればよかったのにって思うようなことだと思うんですよ。なのでこれぜひ覚えておいていただければと思います。では次に差し金の便利な使い方で、八角形が作れるっていうのがあります。で八角形作れるって、だからどうしたのっていうふうに思われるかもしれないんですよ。これ大工さんは知らないといけない技術の一つなんですよ。というのも丸柱ありますよね。お寺の丸柱って、あれは四角い材料を一回八角形の柱にするんですよ。で八角形の柱にして、それを16にして32にして64にして1ニッパーにして2頃にするっていう、そういうふうにどんどん円に近づけていって、より正確な丸い柱を作る。でそのための最初のステップで八角形を作んないといけないんですよ。で八角形が作れないとそれから始まらないんですよね。なのでその八角形を作るっていう技術が大工は知る必要があるということです。それって両端にコンパスで円描けばよくねって思うんですよ。でもそれはそれでも作れるじゃ作れるかもしれないですよ。その両端にコンパスで丸描いて、でそれで丸くすれば丸くできるじゃんって思われるかもしれないですけど、それだと基準がないんですよ。例えばその長い距離で内側に入ってたりとか膨らんでたりとかっていう風にしても基準がないからどうなってるかわからない。だから作りようがないですよ。だから八角形が作る必要があるということです。で実際にどうやってやるのかっていうのを説明します。でこれ、300の角だとします。でこれ八角形にするときにはこれの300の半分なので150。150を裏目で取ります。裏目の150、こっちも裏目の150なので、こっちから裏目の80、こっから裏目の150ですね。それを4つやります。裏目の150、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 150と。でこれを結んであげれば、でこれで正八角形が作れるという、技術です。でもすごいシンプルですよね。その材料の半分を裏目で取って、描いていくというだけです、はい、で実際に僕もこれの八角形にするっていうことをやって、この写真のようなスツール、このスツール僕が作ったんですけど、これも八角形にして16にして、これは32面体になってます。でこの八角形を作るっていう八角形をして、丸い柱を作るっていうことも、なんかそれもまた別の動画で今度やってみたいなと思います。はい、なんかそれを見てもらえれば、そのすごいなって、そうやって作るんだっていうふうになんか思っていただけるかなと、興味を持っていただけるかなと思いますので、それをまた別でやりたいと思います。はい、ということで差し金の使い方の話でした。で今まではただの直角定規かと思ってたら実はすごいやつだったみたいな、なんだかそういうふうに、思っていただければ嬉しいなと思います。はい、ということで、どうもありがとうございました。